オーストラリアからの塩炭塩炭は4酸化3鉛を主成分とする赤色の無機顔料。巧妙炭赤鉛、赤色酸化鉛とも呼ばれる。カラーインデックスジェネリックネームはピグメントレッド105である。金属の鉛を摂取600度に加熱して空気中の酸素と反応させ1酸化鉛とし、さらに生成した1酸化鉛を摂取400度から。 摂氏500度に加熱して製造される。純粋な PB3O4 からなる塩炭は代々赤色をしている。赤色塗料や錆止め塗料に使用されるが、塩炭は鉛を多量に含むため、使用する際は鉛中毒の危険性に注意しなければならない。日本工業企画では4酸化酸鉛97%以上のものを特後、96% 以上のものを1号、93%以上のものを2号、80%以上のものを3号と規定している。古代ローマでは赤い顔料として使用された。ポンペイ遺跡にて多くの使用が確認されたためポンペイレッドとも、日本の平安時代の建築物の主色の柱は、円端が主原料の塗料で塗装されている。幹線で使われる赤色の船底塗料の主成分は、 塩炭であり、酸素を遮断して、腐食を防ぎ、抵抗となる、付着生物の付着を防止している。日本鉄道車両では、特に電車の屋根の塗料として多用された。ダークグリーンやマルーン一式の車体に、塩炭色の屋根という配色は、戦前期の私鉄においてポピュラーなものであった。ありがとうございます。